いいと思う。どうも。こんばんは。こんばんは。こんばんは。トイシーだよ。ちょっと娘が横で寝ているので、あんまり大きい声で喋れないから、ご了承ください。じゃあ挨拶していきまーす。123、5個目さん、スイッチさん、9個目さん、豆さん、17個目さん、20個目さん、2257個目さん、ゴンゾーさん、カエルさん、いらっしゃい。よく眠れました。ケポポさん、いらっしゃい。知事いないよ。あの時帰ったよ。ミノマットさん、35個目さん、38個目さんいらっしゃい。マイクオフ。スヌネタ割と好きなんだけど。声大きい。これでも大きい。みたいな感じね。マッシーさん上で寝てます。マッシーさんいらっしゃい。上っていうか、ここロフトベッドにしてて、真上で寝てます。Welcome, what is it? Very well, let's...じゃあ続きをやっていきましょう。そうそうそう、ロフトベッドだから真上で寝てますね。 Farewell, good. うん、だって寝てるから。コッシーさん起きてるのかな。聞いてるかもしれないよね。前だから寝てる時に騒ぎすぎてって泣き出して放送に入ったことあったから、ちょっとそれは気をつけようかなと。48個目さん、すぐるさんいらっしゃい。そうそうそう。なんかね、私が騒ぎすぎて、みたいに、私がうおーとか言ってたら、コッシーさんが、って泣き出して。コッシーさん5歳。52個目さん、4個目さん、依頼さん。多分怖かったんだと思う。多分、なんか怖い夢を見たんだと思う。多分ね。だからそれはちょっと反省しないといけないので。で、今、ロフトベッドって下に机がついてる。机を別で購入してきたんだけどね。そう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 。いや、横で寝てるって説明してたけど、今、上って言っちゃったから、あんまいいやと思って。ロフトベッドです。63個目さん偉そう。ちょっと待ってね。一応じゃなくて、あれが欲しいんですよ。夏祭りと花火大会、今年ね、どうしようかなと思って、私が、お祭りは好きなんだけど、要はね、うちの近くのお祭りは行くけど、ある程度近場だったらね、でも、なんかわざわざ遠出して、なんかなんていうの、なんか結構危険じゃないですか。ちっちゃい子供連れてくと、なんか、タバコ吸いながら歩いてる人とかいるし、
なんていうの？割り箸とか持ったままなんか歩いてる人とかいるでしょ？なんか、ガッて刺さったら嫌だし、なんか、すごい気にするんだよね。69個目さん、63個目さんいるさ。浴衣？浴衣着、どうしようかな。どうしようかな。70個目さんいるさ。どうしようかな。浴衣着てもいいんだけど、娘は浴衣っていうか、ジンベエ3種類ぐらい持ってて、娘用にね。だから、それ着せる、詰めるつもりなんだけど、どうしようかね。工房ね、うん、行ってた。あ、一周目は、一応、なんていうの、ストーリーだけ一応終わって、これ対人キャラ作りながら全ボス撃破。で、対人したいから、聖杯ダンジョンクリアを目指して、今やってるところ。だから、一応、このキャラで、全ボス倒しつつ、対人キャラ作りつつ、で、聖杯に行くつもりですね。で、今、武器を強化するために、強化素材を集めてて、かける2のかけらが欲しいんですけど、どこで手に入るのかがわからなくて、そう、ジンベエね、3つあるよ。ピンクとオレンジと、白っぽいのがあって、娘用のやつね、めっちゃかわいいんだよ。三つあってね、浴衣じゃなくて、ジンベエ着せてる。わしは、浴衣は、ピンクのやつ一着だけ持ってる。今はね。そう、2のかけら？かけらっていうのかな？わかんないけど。で、どこに落ちてるかわからなくて、とりあえず自他袋さんは持ってるっていうのは知ってるんだけど、自他袋さんどこにいるんだっけと思って。確かこの下にいるよね。ああ。この下にいるのはわかるけど、この人は輸血か。現役の森、いや、なんか全然、なんかね、一回行ったんだけど、全然手に入らなくて。どうしようかなと思って。いや、要はね、火の武器の方が今火力高いんだよ。一応ね、一影も持ってるんだけど、鍛えてないから火力低すぎて。もう無理だよ、そんなよ。いらっしゃい、エモザイスさん。よいしょっけ。ロゲリンって誰だ？遠慮のかけらさんいらっしゃい。あ、王様のことかな？うん、倒した。ヤモさんいらっしゃい。あ、こいつらひるまないんだよね。うわ、後ろにもいた。中で死神ちゃんが一番強くて、よし、フリーで一撃、こっちもファンにしちゃえば、よし、フズタ袋さんこの下にいるでしょ。それ倒すかと思って。あれ？あ、ここじゃなかった。90個目さんいらっしゃい。結婚しようか。ミルメイクさんいらっしゃい。
あ、2匹来ちゃった。一撃倒せるようになってる。これ人？あ、違う。ここにズタ袋さんいるよね。いたいたいた。倒す。はい。しかねない。どこで手に入る。2のかけら、2のかけら、金域の森なの。金域の森そんなに手に入ったかな。新薬わかんない。気分ですね。その時の。金域の森が一番手に入る？じゃあ行くか。どこ？金域の森のどこ？ググるか。3年くらい前のラジオ動画。3年前のラジオ動画。ね、それ。私、3年前って、私、ニコ生始めたばっかりだよ。97個目さんやさん。去年のやつ？去年？アクトリさんとラジオやったのって去年だっけ？去年のあれでしょ？アクトリさんのやつでしょ？去年ぐらいじゃないのかな？そう、かけらマラソンしてるんだけど。どこにかけらなんてある？この人落とすんだっけ？ヤハグル？ヤハグルってどこだ？ヤハグルってどこだっけ？ありがとうございます。トッシーと結婚したい、したいさん。今日はトッシーちゃんと結婚するんだ。祝いに来たいね。ありがとう。ズタ袋のおっさんが、かけら、にかけら落とす。ヤーグル、ヤーグルってどこだ？チカローっていうカガレビのとこ。オッケーオッケー。高校ずーっとお願いしますね。ありがとう。トシと結婚したいさん、いらっしゃい。結婚しよっか。そろそろ結婚しよっか。誘拐されてない。誘拐されてないです。一度もやられてないですね。ズタ袋さんに。手品の主さん、いや、また登場の予定はないかな。ミニは言ってるけどね、放送よくやってるよ。誘拐されないといけない？後半でいけるよね。後半で自由に行き来できるようになる。なんてすごかったよ。何気にすごいよね。なんかよくね、自枠ではね、失敗しててね、すごい可愛いんだよ。
うん、最終的にたどり着けるけど、結構後半じゃなかったかな。多分。あ、そうなの？え、ソラールさんありがとうございます。優しくて可愛いトシーさんのふわふわゲーム放送だよ。あ、ありがとうございます。じれんじゃねえよ。ありがとうございます。でもなんかふわふわしてるわ。なんか久しぶりに言われた。最近なんかもうふわふわじゃなくてもなんか、なんていうの、殺伐とした、放送だねってよく言われてるから。私はなんかその、何、ちょっとグロめのおやつしかばっかりやってるから。買収済み。ザリガニじゃないから。ごめん、ちょっと今日あんまり声張れないから、娘が寝てるからね。ごめん。ブラッドボーンの前？ブラッドボーンの前何してたかな？何してたっけ？プレステ3しか持ってなかったから、プレステ3、ああ、思い出した。トゥームレーダー。トゥームレーダーと、トゥームレーダーと、あと何やってたっけ？いや、ダークソウル2は、もうだいぶ前に、カンストもクリ、一人、ソロカンストもクリア、全ボス撃破でクリアしてるし、やってないよ。最近は、ダークソウル2は。全然やってないよ。152個目さん入れさ。よいしょ。ここにズタ袋さん一人いるよね。確か。ダクソル 2?152 個目さん入れさ。あー、ズタ袋さんいないか。PS4 のダークソウル2。でもなんかプレステ4のダークソウル2って、プレステ3のダークソウル2と比べると、本当になんか動きが良くなってて、快適って聞いたけど。だからやるべきだよ、とか言われた。ブラッドボーンは本当デモンズソウルに近いよね。動き方は。やっぱり、なんていうの？プロデューサーが、ねえ、あの人が力入れてるだけある。ダークソウル2は監修なだけでしょ。プロジェクトリーダーみたいな立場だったから、自分が開発に携わったわけじゃないんだよね、確かね。レオさん、小手はありがとう、イラさん。いちご6個目さん、イラさん。昔からグロいな。いやー、大学生の時ぐらいかな。好きになったのは。あー、肉切り包丁。でも攻略だったら肉切り包丁超いいよ。対人でもね、扱い方によってすごい強いよ。ただ、ロリスタ取られる。ロリスタじゃないわ。来て、いきなり好きになった。喫茶店でナンパされた？何の話何の話上質の切り背。上質の切り背か。でも上質キャラだったら上質切り背でも全然いいんかな。でも上質だ
ったら、あれじゃね、グレイソーとかの方がいいのかな。違うか。クレイモアの方がいいのかな。出ないね。カランブルさんいらっしゃい。でも最近デモンズソウルの対人全くやってないから、もう忘れちゃった。豚ちゃんは最初に奇襲かけた方がいいんだけど、よいしょ。夜の体重全然やってないですね。デモンズのプレステ4、一応でもなんかデモンズソウルの続編として作ろうと思ったのがブラッドボーンなんでしょ、ビーストソウルなんでしょ。だけどなんかブラッドボーンっていうなんか単体にしようみたいに途中でなったんでしょ。だから出ないよね多分。熱い。全然出ないよ、2かけら。どこにあるの？え、何がごめんなの？え、何、なんでごめんなの？なんで謝った？ゴミ、え？カイハーストのがゴミたいのもいいらしい。カイハーストのがゴミたい。カイハーストのがゴミ、ごめんわかんない。え、カイハーストのがゴミ、186コミサイルですか。カイハーストの方が出るかもよっていう意味？あー、ガーゴイルみたいなの。あ、カイハーストのガゴみたいなの。あー、それいいかもしれない。結構集まってるもんね。あ、じゃあそっち行こう。中国の爆発は都市が絡んでるの。すすわしが、天よ、雷を落としたまえって言って、ベーンってなって、ドドーンってなったから。186コミさん、194コミさん、風鈴さん、1696コミさん、イラさん。おそらく大丈夫だと思うよ。いやでもなんか、なんだっけ、トヨタ車と、なんだっけ、なんか鈴木車だかなんだかわかんないけど、すごい打撃らしいね。あれで、そのなんか爆発で、作り終わった車がすごい爆発しちゃったんでしょ？ヘムイックのトゲ生えたよ。フォルクスワーゲン、そうなの？なんかトヨタって書いてあったよ。テンツドン？それなんて読むの？テンツって書いて。わー、閉められた。天心、あ、天心か。天心丼か。ああ。
食べたこと多分あるよ。あれでしょ、広島マグレ。知ってるよ多分。ピザさんいらっしゃい。221コミさんいらっしゃい。警察300人で埋める？埋めるって何を埋めるの？車を埋めるの？じゃあ一人でドドンやったの。いたいた、こいつでしょ？証拠隠滅？うわ、割と強い。よし、喉大丈夫だよ。もうだから別に喉普通だよ。子供が寝てるから声出せないって言ってるぞ。ほんとなんか普通に喋ってて、あの、風邪ひいてるんですか？大丈夫？とか、喉大丈夫？とか言われると、悲しくなるから、もうガラガラしてるのはもう元々だから。ガラガラ声元々だから。顔大丈夫？顔はもう仕方ないだろ。あ、出なかった。あ、いた。出さないんかよ。トシって可愛い系、綺麗系？いやー、どっちでもないんじゃない。そんな言える立場じゃないよ。243個目さ、244個目さいらっしゃい。声がゲビゲビしてるけど喉痛くない。痛くないです。普通です。六本木真珠？六本木真珠って私知ってるわ。アンルイスでしょ、アンルイス、アンルイス。244個目さ、245個目さいらさ。それ多分生まれる前の歌だよね。私は生まれる前の歌だよね。みそじ、仮にみそじでも生まれてないんじゃないの？いや、みそじじゃねえよ。いや、多分その六本木真珠とか知ってる年代って40代とかじゃないの？多分。40代ぐらいだよね。多分ね。だよね、だよね、40代だよね。ねえ、260個見せんやさ、40代じゃねえよ。歌ぐらい知ってるだろうが、有名な曲だったら。あれでしょ、歌。あ、まじ、歌えるよ。歌える、歌える。歌ってあげようか。ねえ。歌ってあげようか。あ、ね、なんだっけ。前半どんな感じ？268コムサイナス。あの、あれあれ。あれはどんな感じ？あの、オープニングって、なんていうの？イントロどんな感じ？イントロがわからないんだけど。わかんねえよ。なんか曲的に、なんか、ピロロ、ピロロなんて、
ピロロピロピロだよねーみたいな。ピロロピ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 ロロピロロピロロなんてピロロピロピロだよねピロピピロ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 そっからわかんないそっからわかんないんだけど287個ミサイルのさ293個ミサイルのさそっからわかんないんだけど。でもなんかそんな感じだよね、歌的に。そんな感じでしょ？だよね、だよね。そんな感じで合ってるよね。おおよそ合ってるよね。ねえ。で、サビはどんな感じ？サビどんな感じ ?307 個目さ、308個目さ。何の歌？六本木真珠。うおー !311 個目さ。お天気ザピロラのさみたいな感じ。ピロピピロ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 あなたみたいな感じだよね。合ってるよね。大体合ってると思うけどな。よいしょ。ディズシーさん311個目さんやさ。フーリーさん。とても楽しめる、和める配信です。やらかしもあるよ、見に来てね。ありがとう、甲骨お願いしますね。ピーターさん、超絶美人笑い生主さんの放送です、見に来てね。甲骨ってお願いします。ありがとう。やった。美人だって。美人って言われたよ、どうする？ねえ、どうする？私美人なんだって。わかんない。甲骨ありがとうございます。いくらも払ってねえよ。ピロピピロピロなのさ。ザリガニの中では美人社交辞令うるさい。社交辞令だってね効果あるんだよ。こっちは嬉しいんだよ。よいしょ。全然出ない。さっき一回出ただけだね。そうそうそう、リップサービスって私最初、あれだと思ってたんだよね。下ネタだと思ってて、すごい恥かいたから。もう嫌なんだよね。ブロージョブって何？人に褒められることも少なくなってきたわ。まあね。少なくっていうか、もう最初からそんななんか褒められること多くないよ。そらだってなんて言っていいかわからなくなるじゃん、そんな。そんななんか、綺麗だねとか、可愛いねなんて、
言われて、そうだろ、ふふ、なんて言う、なんて、そんななんかセレブじゃあるまいし。なんか言われて当たり前だぜ、みたいな、環境じゃない、で育ったわけじゃないんだから。なんか、そらなんか、どうしようかと思ってさ、370個みたいなさ。下袋を倒した方が早そう。あすくすさいなさ。確かにね。あ、出た。それ普通なんじゃないの？でもなんか、なんていうの？なんか聞いたことあるけど、男性のお客さんに対して、女性の店員さんは必ず両手で、なんていうの、くるむように、やってね、みたいな教育を受けてるって聞いたことあるよ。ねえ。手を包むような感じで、そう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 。包み込むように、男性のどこを包み込むってどういうこと？なんなの？そう、男の人ってもうなんか純粋すぎて、かわいいよね。今っしょないでしょ。店舗による、あ、そうなんだ。でも、やってみたら、やってみたら、でも店員さんでも、なんかその自分の好きな感じの人以外だったら、手を触らせないようにする人いると思うよ。逆になんか、例えばなんかすごいかっこいい店員さんがいて、私がお釣りもらうときとかやったら、なんていうの？もらうときに、いや別にしないかな。でも目を見て、ありがとうございますって言うよ。目を見て言うよ。ウィンクはしないよ。盆踊り行ってないよ。なんで？でも目は見える、目は。目は見るかな。うん、目は見るね。あれ？あれ、なんか、おかしいな。1でしょ？ 2 個目がスタミナ。輸血3。内臓攻撃で HP。目と目が合う？こんなもんだね。ガン飛ばしてくる。いやいやいや、ガン飛ばしてないでしょ。あー、鍛えらんの。あと5つない。5つもないんだけど。5つ。もう一回行くかさ。そのズタ袋さんってどこにいる？コッペンみたいなのでやった方がいい？
え、だってコッペンみたいなのあと2個しかないんだもん。売ってるのか？啓蒙で購入するやつでしょ？啓蒙なくなっちゃうよ。聖堂街？津田むくむなら俺の股間についてる。割と減るな。よいしょ。積んで、こっかな。この人たち倒す。ちょっと早く来てよ。いや別に好きじゃないよ。喜んでないよ。何、喜んでないよ全然。わあ、食べられちゃった。やばい、これ大きい攻めに合う可能性がある。大丈夫だ。晩ご飯どうしようね。うどんにしようかな。あ、そんなのあるんだ。まあ、要は金蛇みたいなもんでしょ。後ろから行けないか。よいしょ。よいしょやったでしょ。あ、出た出た。出たね。もう何なの。危ない。はあ。品数多いか？普通でしょ？いや、喜んでないよ、別に。いや、何にも反応してない。あと、三つかな？好きじゃないよ。勝手になんか、あれ、なんか、あれしないで。何を言って。何を言っているの。知らん。あれだよね。下半身数集めてないけど、なんか、前ね、リスナーさんの一人から、なんかすごいいっぱい、その自分のおちんちんの画像がすーごい送られてきたよ。10枚ぐらい送られてきた。なんか最初なんかノーマルの状態で、で、なんかコメント付きなの。一個一個の写真にコメント付きで、今トッシーのことを考えているよ。今ちょっと、大きくなってきたとか。
んで、なんか横から撮ったり、下から撮ったり、なんかめくって、なんか、裏から撮ったりとか。で、どうだいみたいな。どうだいとうしいみたいな。君のことを考えると、みたいな。めっちゃ面白かったっていうか、もう消しちゃったけど。消しちゃったよ。461コムさん、463コムさん、皆さん。いや、消しちゃったけどね。だって気持ち悪いじゃん。470コムさん、皆さん。点数、わかん、点数なんてないよ。いや、でもなんか、あれだった。半分しか向けてなかった。474個目さん偉そう。で、その人からなんかスカイプが届いてたの気づかなくて、全然気づかなくてね。で、気づいた時にはもうそれが見れなくなってたんだけど、なんか動画が送られてきたみたいで、で、その人の顔写真っていうか顔も見れる感じで動画が送られてきてて、んで、気づいた時にはもう見れなくなってたから、どんな内容だったのかはわかんない。いや、なんかそういうことがあったね。ミーノさん。おさかん女子大生の楽しい放送だよ。ぜひ見に来てね。あ、ごめん、コッシーさん。ちょっと待ってね。あ、寝てた、寝てる。寝てる寝てる、びっくりした。寝返りだった。寝返りっぽい。ちょっと待ってね。寝返りだった。ご報告ありがとうございます。ご報告中。寝返りだった。寝返ろうじゃないの。わわわわ、ちょっと待って。いや、起きそうだね。起きそうだね。すごい起きそう。すごく起きそう。ねえ、タイルして聞いてない。すごい起きそう。どっちから来た？いや、もうちょっとやるけど。今何分？ 1 時間か。うん、そう、そうなの。スーパー銭湯に連れてこっかなって今思ってて。スーパー銭湯ね。で、そしたら、なんかはしゃぐし、ちょっと疲れるから、おねんねするから、ちょっと。
妄想なんてしてない。手に入らなかったね。いやー出ないね、なかなか。すごいね、血まみれの感じ。この感じがいいよね、ぐちゃぐちゃな感じ。どういうこと？何が出ないの？臭そうね。確かに臭そうだね。なんか人の血を浴びて放置してたら絶対硬くなるし、臭くなるよね。それは思う。あ、購入できるじゃん。12個持ってるのか今。じゃあまあいいや。カピカピになる？ Welcome. What is it? Very well. Let me. とりあえず芸術。何を言ってる。Very well. Good. でもなんなの。でも分かってるよ。別に喜んでないよ。下ネタにしてるのはそっちでしょ。こっちは普通に聞いてるだけです。そんななんか、純粋無垢なトッシーさんがそんななんか下ネタなんて、話すわけがない。知るよしもない。よいしょ。うん、地下弦持ってるけど、今鍛えてる最中ですね。よいしょ。あ、で、あ、塊が出た。いいね、なかなかいいね。すまぬ。もう。
565個ミサイルさ。わ、出ないね。なかなか出ないんだよね。輸血液はどんどん溜まっていくんだけど、玉がなくなるのと、あれだよね。かけらが出ない。なかなか。何を言ってるんだね。わわわ。倒れてる時に攻撃すると、攻撃力増すんだね。572個ミサイルさ。オッケー。え、上ボタン押して緊急補充に。いやー、まあ、それでもいいんだけど。あ、カウンター扱いになるのか。今回1個も出なかった。弾がどんどんなくなっていく。一日に出る回数、輸血1回で弾5粒。ああ、そうだね、そんなもんだね。おすすめの生放送です。ゼロさんありがとう。甲骨ありがとう。甲骨ってお願いしますね。あと4つかな。とりあえず4つ、多分甲骨ありがとう。590個目さん、いらっしゃい、どうも。タイマーさんやし、あと行ってないボスってどこだろう。ここのボスはそのなんか初見プレイの時行ってなかったじゃん。まあ、倒したでしょ。あと行ってないボスって何匹いるんだ。2匹ぐらいいるんかな。なんか広告すごすぎて、なんか大丈夫なのかな。7個ミサイルさ、抱っことよしよしと中高いよ。お命頂戴するから。いくら払ったの。そなら毎週どうでしょう。サイレさん、お尻なんだ。605個ミサ、604個ミサ、606個ミサいらっしゃい。そうだね、もうちょっと続くかな。会話世界に似てるね。そう言われると。出ないね。あ食べられちゃった。
食べられちゃったね。出ないね。スーさんいらそう。でも大好きホールドだね。抱っこ？この人に抱っこしてもらったらいいんさ。あったな。あ、落ちてっちゃった。出なかった。え、ナベックスさん、おすすめの生放送です。見に来てね。ありがとうございます。報告ってお願いします。終われないじゃないか。せっかく報告してくれてるし。ありがとう。62がコメサイです。ありがとう。ロマって誰？ここのボスは倒したよ。これで633個目さんいらっしゃい。これでどんな感じ？海賊みたいだね。耐えられるかな。わあ、無理だ。あと、3つ。はい、639個目さんいらっしゃい。寝てる。ここにいますね。ちょっと、精度がいいかな。ちょっと行ってみようか、じゃあ。ジャックスパローっぽい。この後ちょっとお出かけしてくるね。コッシーさんと。スーパー銭湯に行ってから、疲れさせて、だからそこでご飯食べようかな、今日。そんで疲れさせて、おねんね。642個目さんいらっしゃい。じゃあシチュエーションください。台本ください。お土産買ってきた。あれ、なんか優しくなってる。え、なんか優しくなってるんだけど、この人なんで。大丈夫かい。もしか辛いことがある。ある。あ、そうなのかい。なんてかわいそうに。でも大丈夫だからね。ひひひ、これ。なんかいきなり優しくなったね。急に優しくなったよ。どうしたんだい、かわいい子。ひひひ。思ってくれた。デビューしねえよ。アルツハイマーの症状。あれ、ここの人いなか、あれ、ここの人いなかったっけ。この人倒したらくれるのかな。来いよ来いよ。よいしょ。あ、時はさんいらっしゃ。あ、え、ごめん、シチュエーション見れてないわ。どんなだった。
どこに書いてあるの？え、どこに書いてあるの？ないよ。休日のパパにたまにはかまってからの中。え、どういうこと？てっぺんの人って？いや、和解してないよ。どうやって和解するの？あれでしょ？ガトリングさんでしょ？ 676 コミさんいらっしゃい。え？ねえ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 。ねえねえ、パパ。ねえねえ、パパ。かまってよー、みたいな感じで。かまってよー、みたいな。かまってくれなかったら、みたいな。鳥肌がじゃないわ。あ、つーさんいらっしゃい。ちょっと入ってくる。かまってよー、みたい。じいじに？やめてくれ。右手に隠してねえよ。トロンってなんだよ。やばいな、コッシーさん起きてたらどうするの？私なんか後で、ママ何、誰と喋ってるの？とか言われるんだからやめてよ。ほんとなんか子供になんか頭おかしいと思われたら大変だわ。新しいパパ。ママがおかしいの、助けて。ああ、思ってるかもしれないね。裏からでしょ？あ、気づかれちゃった。あ、出た出た。一個だけど。このなんかニコニコライン広告で来場者70名が増えましたって絶対嘘だよね。70名も増えてないよね。わっ、なわね、嘘だよね。そんなに増えてないよね。あ、間違っちゃった。なんかなんか確実に水増しされてるよね。ねえ、じゃあ何の数なの？あ、そんな感じ？ダークソウル2も10？いや、それはないんじゃない？だって時代背景が違うじゃん。あっ！もう、パソコン版あるのかな？わかんない。出てないんじゃない？まだ。
まだ出てない。そうだね、ダークソウル3楽しみだね。出さない。あ、そうか。あ、そっか、プレイステ4独占って書いてあったよね。確かプレイステ4独占らしいよ、これ。ブラッドボーンって。だよね、だよね。あ、コッシーさん、起きそうだな。あ、そうなんだ。牛も最近買ったばっかりだからね。あ、コッシーさん起きてるんじゃん、これ。聞いてたらです。おー、見てきてくれ。Thank you.